タカチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、大井隆晴です。さあ今日は以前、どれぐらい前だっただろうな、1週間2週間ぐらい前かな、質問を大募集しまして、はい、それに対しての、回答をしなくちゃいけないと思ってね、なんか噂によると500件、556とかを僕は最後に見て、そこからノータッチです。もう見れないね、怖くて、はい、それをですね、ほぼ全部、まあ重なってるものとかあると思うんですけど、まあほぼ全部答えていきたいと思います。はい、早速いきますか。いきますか。これ何回で分かれるんだろうね、動画。いや、さすがにね、5本、10本、1ヶ月はかかると思います。欅坂解明について思うところ、まあこれね、まあ絶対的エースのね、平手ちゃんがいなくなったことで、そのイメージを変えるっていう面もあったんかな。うん、だけどまあいろいろね、まだ若いから、人生これからで、アイドルの時代よりもその引退して卒業してからのがね、人生長いんでね、みんな幸せになってほしいな。何これ、いきなり。確かに全然、しかも大井さん全く関係ない。関係ねえな。大井さんの学生時代どんな感じで、モテモテでしたかって言って、で僕ね、理系だったんですよ。で高校共学だったんですけど、理系でクラスの45人ぐらい全員男だったんですよ。全部共学なのに、全部で9学年、あ、9クラスあって、僕らの学年、はい、9あって、僕は8組だったの、はい、8組は40何人全部男、9組も理系で、9組は40人の男と3人の女の子みたいな。うわ、それ以外はまあ大体半々、はいはいはい、で理系はそうだった、理系進学クラスみたいなのはそうだった、で僕はその全員男だった、3年8組バカ野郎っつって、同窓会なんか絶対行かねえっつって。そうだから、まあでもモテるチェアぶっちゃけ悪いけどモテたね。お、なんかいろんな、なんかこうヒューヒュー言われてたね、あちこちで、文化祭とかでも体育祭とかでも、まあ結構ね、スポーツもできたし、はいはい、まあ、勉強もまあまあできたし、はい、結構。何人とお付き合いしたんですか。で僕ね、一人決めてる人がいたんで、はい、ずっとその子だったんで。え、はい、2年3年ぐらいの間はモテてたけど。そう、めっちゃモテましたよ。写真撮ってくださいとか、はい、めっちゃ言われましたよ。でも、はい、お付き合いしたのは一人だけ。一人ではないけど、長かったんで一人と。はい、高原さんの思う一番強いと思う M リーグのチームはどこですか。できればアベマズを除いて。この質問の逆、一番弱え、一番弱えのは分かんねえな。あのチームは あれだったら弱えなとか、あ、このパターンだったら弱いなとか、例えば総合成績がマイナスに落ちたらもう這い上がれないなとかはあるけど、はいはい、強いと思うのはドリブンズかな。やっぱりなかなか太郎、村上、そして園田もまあ強い。園田に関しては実績、タイトルの実績が一度もないので、一個も取ったことないんで、なんていうか実績の面で大したことないと思ってる人はいるかもしれないけど、やっぱ潜在能力はあるんで、まあそこに対抗できるのは、まあちょっと僕が行かないとやべえかなぐらいの気持ちはありますよ、うん、はい。次、これ全部読むぞ。ジャンキ界について思うこと。ジャンキ流麻雀が現代においてどのような評価なのか、おじさん視点で。前、ちょっと前に桜井秀一会長のもとにですね、ご挨拶に行って、覗いてきたんですよね、ジャンキ流。はい、訓練方法としてはめちゃくちゃいいと思いますよ。僕結構トレーニングというか、僕一時期ハマってて、伊藤優子さんというプロ連盟の重鎮が、レジェンドがいて、まあその方に僕可愛がってもらってて、はい、そのジャンキ流のルールでやる男塾っていうので僕通ってて、はい、実は僕チャンピオンなんですよ。え、男塾、はい、僕強いんですよ、ジャンキ流、僕実は打つ、みんな知らないけど僕実は打つの早くて、平均半チャン16分とかいう記録持ってるんですよね、僕、はい、え、はい、半チャン16分、平均半チャン16分で優勝するっていう、なんかも記録も僕結構強いんですよ。
それやっぱあの噂のルールもあるんですよね。自敗切らない、ドラは先輩までドラ切らない、はいはい、全部ですね。まああとちょっとでも僕はちょっとずるいというかコツを持ってるんで、はいはい、ジャンキリの中でも勝ちやすいコツっていうのを持ってるんで、へー、はい、なんかテンパったらもう降りちゃいけないから、はい、あんまり安い手をテンパらないように高くいくとか、でもそれが全然悪いこととは思わないんですけど、はいはいはい、やっぱ桜井さんすごいよね、やっぱオーラあるよね、ものすごい、はい、最近ジャンキ会のメンバーの方々が、以前四天王とか言われてた、ね、方々がそのいなくなったようなとこあるんですけど、僕はそのジャンキ会のメンバーとかジャンキ会のなんかこういう集まりというよりは、まあ桜井さん個人にの発信力だったりカリスマ性だったりに興味があるというか、はい、はい、そんな感じだったんで、そう、はい、僕はオーラすごいと思います。今でもやっぱ会うとやっぱりちょっとピリッとしますね、うん、はい、はい、次、大井さんの今推してるアイドル、いやこれ難しいんだよな、うん、やっぱりさ、じゃああなたたちはその焼肉も好き、寿司も好き、天ぷらも好き、うなぎも好き、いろいろあるじゃん、ステーキも好き、しゃぶしゃぶも好き、なぜ一つに絞ろうとするっていうことなの。あ、僕が言いたいのは、はいはい、なんかさ DD って言ってアイドル界誰でも大好き、 DD 嫌われるって言うんだけど、はい、そうじゃねえんだよ、うん、こっちは牛肉も好きだし豚肉も好きなんだよ。だから一人じゃ答えらんねえんだよな。なるほど、うん、それは NMB だってさ好きだしさ、ラストアイドルだって好きだしね、はい、いろいろいるよ好きな人は。まあじゃあ数で言うとどれくらいですか、大井さん。ちょっとマージャンに関わってくれる人はみんな応援してるよ、はいはい、それこそマリチューだって応援してるしさ、グラビアアイドル界の人たちも応援してるしね、はいはい、それこそ VTuber だって僕アイドルだと思ってるからね。確かに、群堂先生のこと大好きだからね僕は。だから今で言えばそのツイッターで言えばツイッター界のアイドルはしぬこさんだからさ、はい、だからなんかこうし絞る必要がないというか、うん、いいじゃん別に僕が何人好きだろうかって感じなんで、はい、今言った感じがみんな好きかな。なるほど、うん、チェキオさん、私はビーズが好きなのですが、大井さんは聞かれますか。ビーズ聞きますよ。もうビーズ聞かねえ人いないでしょビーズなんか全員聞くでしょ。ビーズはね、なよくねスキーに行くときねよく聞いたんだよな。ビーズをバーッとかけときゃ 2,3 時間持つんよ。うん、よくね近場の栃木とか近場のスキー場に行くときにね、空いてる道でまあだいたい3時間4時間車でビュンと行くのね。その20歳ぐらいの時に行ったんだけど、その頃やっぱビーズがねえと、ビーズザードあたりがねえとやっぱやっていけなかったね。トンネルズのタカさんは麻雀が好きらしいのでいつかコラボしていってもらうか。もう格が違いすぎてよ。うん、タカチャンネルとタカチャンネルズのコラボ面白そう。僕だって面白そうっていうかやってほしいけどやっぱりその格が違いすぎてさ、ね、うん、ちょっと厳しいな。さすがに僕もタカチャンネルズにはなかなか手が出せ。そうそうそう。だから仮にね向こうが麻雀の配信をしますっていう時に、はい、そのメンバーに選ばれる分には嬉しいけどね。そうですね、はい、将棋は振り飛車です。教わってる先生がみんな振り飛車なんで、はい。なんで三人麻雀から引退されたのですか。明らかに得意です。あ、僕三人麻雀はめちゃくちゃ得意ですよ。4人麻雀を誰が強いかって言ったら別に自分俺だ名乗り出るつもりもないですけど、3人麻雀だったら多分日本で一番強いんじゃないかな、世界で一番強いんじゃないかって一時期思ってましたね、うん、でももう3、5年ぐらい前に引退しました。引退というかやっぱりないんだもん日本一決定戦が。あ、うん、M リーグをサンマでやるんだったら引退なんかしないし、はいはい、サンマのタイトル戦がたくさんあるんだったらあれですけど、ないんだもん、うん、なんで3人麻雀タイトル戦ないの。ねえ、だから僕は自分で作ろうと思ってんだけど、はい、でも3人麻雀はもっともっと偶然性がなくなるというか実力出ちゃうんで。そうですね、多分無理ですよ。相当独占しますよ僕が。なんちって一番聞いてみたかった大井さんの先生である藤原貴弘プロ、どんな先生でしたか。またお二人のエピソード。あのねとにかくね、藤原貴弘プロというのはとにかくネガティブな人でした。例えばチュンがポン、誰かがチュンポンする、そしたら、もう大三元じゃないかと疑る。そして自分がまあ先生でテンパイする、だけどその誰かから追っかけられたらどうしようっていうことを常に考えている人でした。で僕がプロ連盟に入った頃、
とにかく攻撃特化型のプロで、まあ今で言うと久渡よりも早く打って久渡よりも攻める人でした。でその僕に初めてその守備っていうものがある、そして警戒心っていうのがあるっていうのを教えてくれたのは藤原さんだし、あとその頃生意気だった僕にまあプロとしてのなんて言うんだろうな心構えも教えてもらったし、うん、一人じゃやっていけねえんだよっていうことも教わったかな。そういう意味じゃ今でも師匠だと思ってますよ、藤原先生のことは。今僕がいる、僕がね今までタイトルいくつ取ったか知らないけど、そのうちのある程度の割合で藤原さんのおかげだと思ってますよ。はい、いつも楽しく見ています、ありがとうございます。本人の許可が必要かもしれませんが、小林プロとの面白いエピソードの続き。え、あー、何の話？あの、うん、M リーガー一人一人喋っていくやつやったじゃないですか。カットしたやつ。で小林プロだけカットしてたんですけど、ね、うん、なんですかあれ、もう言っていいですか？いや、あの中身じゃなくて、なんで僕がカットしたかって、はいはいはい、正直そんなに面白くなかったからああいう編集にした方が面白いかなと思ってカットしただけです。大体そうなんだよね、はい、うん、別にもう過激なこと言ったわけじゃなくて、そうです、ああやった方が想像膨らませるからね、そうそう、うん、っていう技法に走っただけでした。まあ小林は世間のイメージと違うことが結構あるよ、うん、それだけは言っとく、うん、ファンが小林さんってこういう人でしょって思ってるのと意外と違う、それはありますね、はい、大井さんよりも大井さんと小林さんを比べた時に小林さんの方がこの辺が優れてるって思ってたことが実は逆だったりしますよ。はい、それだけ言ってきます、はい、僕より不真面目だよあ、これもういいや、もういいや。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。こっちの動画を見てね。